話したことがありましたね。あの時の私には分かりませんでしたが、今なら理解できます。大人としての責任と義務、そしてその延長線上にあったあなたの選択、それが意味する心ばいも。ですから先生、私が信じられる大人であるあなたに